おはようございます、一ノ瀬はじめです。今日はお水ちゃんといただきます。ぐるぐる、今日の天気は今日の名古屋は予想最高気温35度、最低気温27度で曇りでしょう。現在気温28度、雨です。今日天気悪いな。すごい降ってたよ。お茶ほんと。今日の朝ごはんは昨日の浜ゆうさんでお持ち帰りしたチャーハン、いただきます。やっぱり天気悪いね、湿気が多い。今日はね、母ちゃんの方の実家のね、墓参り、お盆の墓参りに今から行ってきます。はい、駐車場えらい遠くに回されちゃったね。それではお寺行きたいと思います。はい、お寺やってきました。それではね、中に入ってお経を読んでもらいたいと思います。はい、お参りも終わってこれからね、また嫁さんの家族の方で、食事行きたいと思います。今日は免疫の方で食べたいと思います。はい、ね、名古屋の この先名古屋駅ね、この先の名古屋駅の運河沿いにある、これ運河町っていう信号、この正面が笹島ですね。笹島ライブ、はい、で あそこがこのここら辺ね、ここら辺が笹島の駅です。名古屋の中村区にある名古屋っていうエリアにやってきました。ここら辺ね、運河沿いのちょっといい感じのおしゃれなお店が多いですね。それではね、今日はここアマンテ、オステリアアマンテっていうお店に、行きたいと思います。はい、こんな感じのちょっと意識高い系ですね。はい、まずは口取りの一品、バケットにこれクリームチーズかな乗ってるの、ちょっと食べてみます。今店員さんに聞いてみたら、トウモロコシのパンナコッタらしいね。いただきます。こんなことバスケットは手で食べるの、ママスケット甘い。はい、あったかいバケット来たね。めっちゃいい甘い匂いがする。はい、前菜出ました。なんかいろいろあるね。はい、僕のトマトソースの、鶏肉メインのパスタと、こっちがね、母ちゃんのオイルパスタで、何がイカがメインだったかな。はい、母ちゃんのサングリア。あー、夢にまで見た細いグラス、細いグラス。はい、本日のメインのお肉、あとね、母ちゃんの方はお魚、白身魚、すごいね、ガラムマサラってきて、ガラムマサラの匂いがすごいね、すごい、うん、僕さんのとこ。はい、それじゃあね、ちょっとつけていただきます。うん、美味しいね。よかった、お魚どうですか。美味しいよ。ちょっと焼きすぎ、焼きすぎ。あ、そう。うん。もうちょっと生でいいね。今日のコース、これか。お昼のコースで、食べたのが、今食べた肉がこれだね。ガロースの肉のソテー。自家製ピクルス添え。あ、だいぶ母ちゃんピクルス食っちゃった。で、母ちゃん食ったのがこの鮮魚のポワレ、ガスパチョソース。ポワレってよく言う焼き魚みたいなことだね。鮮魚なんだったっけあれ。あれなんかカレー、スズキっぽかったよ。あ、そう。あれはスズキだ。で、ガスパチョソースね。かまって。かまってるよ。本日のデザート。これチーズケーキで、こっちがなんか。これなんだ。なんだ、なんだ。パンナコッタ。あで、これがフランボワーズ。そうそう、フランボワーズのムースを凍らせたんだって。すごい、これ本当に凍ってるね。アイスっぽい。はい、食べ終わったので、これからね、帰って鮎を取りに、山の方に移動したいと思います。なんか近くめっちゃ人いるね、あれ。なお、あそこなんだっけ、あそこなんだっけ、ね、あれだよ、カフェドリオン。カフェドリオン、あ、めっちゃ有名なとこだね。絶対来なかった、あ、下がれた。はい、それではね、お盆の母ちゃんの方の家の、お参りも、食事も終わったので、明日鮎のね、漁があるので、それに向かって今から岐阜県の恵那の方に向かって行きたいと思います。あ、これなかなかあのレンズ覗きながら見ると具合が暗いでしょ。
今日めっちゃ水位少ないね。そうなんだ。少ないというか低いね、うん、ほら浅いもん川が。はい、山に到着しました。明日ね、ここで鮎を取りたいと思います。頑張るぞ。明日入る川はこんな感じです。まあね、去年も来てるんで皆さん知ってるかと思いますが、それではね、明日に向けて今日はバーベキューやってゆっくりしたいと思います。マムシが出た。トモトモトモ向こう行っとれ。ハラも寄ってかんぞ。これマムシか。 あ、逃がさっといてよ。ダメでも危ないのよ、マムシだから。あんたの天敵でしょ。あれ、あ、逃げられた。はい、トウモロコシいただきます。おい、なんか花火の、花火が上がるお祭りがあるということでやってきました。祭りだ祭りだ。はい、ご当地戦隊神谷萩マンが多いです。はい、だけこれ何、弓矢弓矢買ってもらった。おさあ、電気が消えて花火が始まるよ。さあ、花火のフィナーレ始まるよ。今真っ暗だけどね。あ、来た。わー、すげー。15ミリでは足りねえな。入りきらねえ。おお、でかー。いやー、毎年こっち通ってるけど初めてこの祭り参加させてもらって、花火すごかったね。それではね、今日はここら辺で帰って終わりたいと思います。またね、バイバイ。